はい、こんにちは、ブルーフォースです。いつもデトロイトやってまいりましょう。時刻は9時30分、いつの間にか信用してくれているアリスちゃんと親密になった記憶がないルーサーもさすがに眠そう。そしてアマンダはただただ見つめる。プレイメディオ、メディア、使う。さあ何を使う。With all androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. 国中のアンドロイドが凍結。おお。Water cuts, blackouts, and network failures are expected. あら、そうか。どなたかが武力行使をし始めちゃったので、結果ああいう結末になっちゃったっていうことですね。音楽をかけた方がよい。ちょっと待ってや。ニュース聞いとかないとどこからが抜けられそうかっていうのがわからなくなっちゃうんですけど。お、到着。前回このねお尻の大きいおばちゃんローズさんに出会いまして、カナダに抜けるためのね国境越えのお手伝いをしてくれるということになりました。ちなみにアリスちゃんは今もう眠くて仕方ありません。さて、行きたいところなんですが、残念ながらローズちゃんはねここまでということで、ね、そうジェリコ大きな可能性があるということで、マーカスを頼ると言われて、なぜかマーカスのことを知っているローズですね。この辺りも結構謎が深まるばかりだよね。どうやって知ったんだろうっていう存在なんだけど、お、少ないけどまさかの50ドル。My brother lives in Ontario. I've given you his address. 弟がオンタリオに住所あげた。落ち着くまでかくまってくれるはず。まさかこの元凶を引き起こしているのがマーカスだっていうことを残念ながら知らないのかな、ローズちゃん。あ、ローズちゃんローズちゃんじゃない、ローズさんはね。これついて連絡をちょうだいと。さあ、最後はルーサー。抱きつくことはできるかな。ルーサーには行かないという決断をね、残念だ。でもルーサー、あの目は俺を一番楽しみにしてると思っているに違いない。 K&M、キムチ&ムセル、どこ行ったの。とりあえずこっちの方でいいのかな。ルーサー、早くカモン、行くよ。さあ、あれか、あれだね、ジェリコのなんかあったよね。一方その頃コナーはですね、ソフトウェアの異常、ソフトウェア正常なのかな、異常なのかな、よくわかんない、シンボルを確認する。シンボルをもう一回マーカスの時みたいに確認する作業は特にないと。髪型がさ、かっちりしすぎてるからさ、なんかコナーあれかぶってた方がいいんじゃないと思うね、うん、さてさて、ジェリコに到達。正規ルートでジェリコにたどり着くには一体どうしたらいいのか。ねえ、だってマーカスはね、超アクロバットのね、あそこの橋、なって言ったらいいんだろうな、あれな。あそこからピョーンって飛び込んで、ピーンって入って、ジャポーンってなってたもんね。おっと、あそこでなんか、一方その頃マーカスは何みたいなのかな。あ、違うね。おお、もろもろカット。僕がカットしたわけじゃないですよ、うん、いやーにしてもなー、今日は、ね、娘の激しい愛情表現でね、顔引っかかれてすっごい今左頬が痛い。見たらまあまあ、あの短いけど痛いっていう感じで、これは非常に憂慮すべき状況と言えるでしょう。やるかやられるから、やられる前にやつるけど、マーカス逃げところじゃ、ガソリンに突っ込み火をつけてやれ、子供の世話をふりして、あのクズともめ、やつら、ケースに突撃して、皆殺しにしたんだ。まあ、先に手を出してきたのはケースだけどね、知ってた。てか、先に手を出してきたのが人間なのにさ、なんか、やられたらさ、なんかさ、自分たちが、いつも思うよね。だってさ、よく、なんか、クマ、よくでもないけど、クマにやられたみたいなさ、ニュースとかもあったりするけど、あんなも最初に人間がさ、クマの地域を脅かすからさ、クマがさ、あの自分たちの縄張りがやられたって言って、勘違いして襲ってくるわけじゃない。結局、原因は全部人間が作ってるんだよね。さて、もしこの2週目をね、あの初めてデトロイト見ているっていう人たちからすると、まあ、もう間もなくちょっと衝撃的なね事実が発覚するんですが、それは
ではなくて今回のパートでちゃんとわかりますんでね。はい、まさか街の反対が時間がないぞ。だからマーカスをズタズタにしていきます。話したいことがある。アリスの声がいいだろ、今すぐ話せ。いや聞けよ。Stay with Alice. まあこの目、ここでコーナー変異体のリーダーを見つける。この格好してる人でね、しかもさプロトタイプだからさ人間がいないわけでしょっていうことを考えると、おカーラ、いやカーラに気づけよ。コナーこの時点で他見るところも特にないから、こっちから登っていけ。あ、なになに、何かを探してる。よくご存知です。探してるのは自分自身。あなたは誰？私は誰？お前も知らんのかい？あら。ああ、カーラパーツ戻っちゃった。あれ？じゃあコナーは？コナーこっち行ってたよ。コナー。見に来る日にちもりにもり。マーカスに会いに行きましょう。ジェリコのレイデー。ここで初めてで、あれなんかすごい、あの格好が、あれこんなコート着てたっけ？そこ、こんなコート着てたな、そういえば。あなたがマーカス？眠そうだな。女の子とアンドロイドと3人で。No, Detroit's under curfew. 外出禁止令が出てるだろうね。街中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでいるんだ。Maybe you should しばらくここにいた方がいい。Maybe you're right. そうね。You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the state. 国務省で働いてた奴がいるんだ。He has electronic passports. 偽造できる電子パスポートを持ってるから。I'll have him get them to you. Thank you. ありがとう。納得するんかい？2時間しかない。しかも街の反対側っていう切羽詰まった状況だから、そんなすぐに納得させられて大丈夫なのか？ You know that humans hate us. 俺たちを憎む人間を。Why are you protecting us? なぜ守るの？なぜなら秘密だから。It's a long story. It's a long story. なぜならアリスは。さーて、どっから戻ったらいいかな。普通に戻っていいのかな。アリスのところ戻るんだもん。お、なんかある。あ、あれは読み物か。読み物読んだ。あれ、あれ、これ、あ、違うな。コナーが住んでたのかと思った。コナーじゃなかったね。じゃあ階段を降りていって、読み物は多分読んでるはずだから、けど一応見とく。デトロイトツーデイ、混乱に包まれるデトロイト。上位 0.4% が 94% の資産を保有。まあ、でも、実際そんなもんよね。パレートの法則みたいなね、あの80対20みたいなのありますからね。あの働きありの法則もあるからね、262とかね、そういうのもあるからね。だから実際に、全世界の 80% の資産は 20% の金持ちに保有されているみたいなことも言われたりしてるから。まあ、あながち、それがね、ますますあの格差が広がっていくっていう世の中のことを考えるとね。ということで、これが驚愕の事実です。アリスがなんとここにいると思いきや、皆さん、額にご注目ください。額じゃない、こめかみにご注目ください。これがアリスの真実。これがルーサーの話したかったことなんですよ。実は、YK500 のモデル、これをいつ落としたかっていうそのシーンがあったかどうか覚えてないんだけど、そういうことなんだよ。 You knew from the beginning. 気づいてたんだろ。 You just didn't want to see. でも気づかないふりをした。 She wanted a mother. あの子は母親を。 And you wanted someone. お前は愛せるものをした。 You needed each other. お互いにな。という衝撃のね、事実があったんですよ。だからずっとアンドロイドだじゃなくて人間だと思ってたの子が実はアンドロイドだったというオチでね。さあ、どうするか。
ということで、僕がもうやることは一つ、人間だからこそ接していたアリス、それがアンドロイドと分かったところで、一体どういう接し方をしていくのか、カードの選択やいかにっていうところなんですが、前回というかね、パターンが2つしかないので、残念ながら選ばなかった方を今回は選ぶということをね、しようと思っています。自分の保身のために言うわけじゃないけど、万が一これで人間じゃなくてアンドロイドだったっていうことが分かったとしても、僕はアリスの味方をしますよ。ここまでずっと仲間で言いましたから。ところが今回はゲームの選択史上、そして選んだことがないという都合上を忖度します。はい、それはお許しくださいませ。さすがにね、あれだけ暴力的な選択を忖度なしで選んできた私でございますが、さすがに子供をね、こんな突き放すなんてこと本来はしない。子供好きだし、自分の娘とほんとぽよぽよだし。でも、あ、それでもぐっと下がったが、信頼から親密に下がったレベルで、それでも仲がいい人だと思ってくれてるね。まあ、ルーサーも複雑なところだよね。ここの場で一番複雑なのはカーラじゃないだろうか。だってあんなさ、高速道路をさ、命がけで切り抜けた中でさ、ね、どれだけ命張って守ってきたんだって。だって、アンドロイドに命を脅かされそうになった時なんかでも、あれじゃん、銃を突きつけてさ、この子を守るためなら、って言って。なんなら、飼い主のトットまで殺してるからね。でも突き放す。これは苦渋の決断。We're short on blue blood and biocomponents. Blue blood and biocomponents are shutting down and there's nothing we can do. みんなシャットダウンしてる。なすべもない。クリエーションの連中に連れて退避してる。It's all our fault. 俺たちのせいだ。None of this would have happened if you stayed quiet. こんなことにならなかったの。今さらそんなこと言うのか。お前はここに必要ない。What are we supposed to do? Live like cowards just to survive? 臆病者みたいに生きていけ。We just want to be free. 自由になることが罪だっていうのか。It was a peaceful march and you chose to attack. Now hundreds of humans and androids are dead. You reap what you sow. お前のせいでな。自分の思い通りにならないことを人のせいにするのが貴様は。後悔なくて。俺たちを奴隷にしたんだ。拉致が開かないな。そう。All that matters now is 今これからどうするか決めないと。マーケス。マーケス。対立。We have to face them. 立ち向かう以外。There's no other choice. 方法はない。Get all the guns and ありったけの武器を集めろ。We're going to free the Detroit. You're making a mistake, Marcus. You won't buy our freedom with blood. 自由は買えないんだぞ。じゃあ何なら自由を買えるのか言わないと。具体的な対案を言わないと、どっかの野党みたいな人たちが。暴力に憎しみはない。Stupid. What do they expect us to do? Shut up and obey. 黙って従えって。They can't stop us. 私たちを止めることはできない。Since you've been here, you've given us hope. 希望を与えてくれたのよ。You've given me hope. 私に。そう。Today, パクパクの人たち。A deviant arrived in Jericho and told me they stole a truck transporting radioactive coal. 爆撃するトラックを盗んだって言ってたの。He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. 爆破装置を仕掛けた。I convinced him not to do it. 思いとどまらせて。To give me the detonator. 起爆装置を受け取った。A dirty bomb. 爆弾か。We can't lose this war, Marcus. 負けるわけにはいかない。If humans overcome us, our people will disappear forever. 私たちはこの世から消滅する。This may be our only chance to survive if things go wrong. 生き残るから、ルルルルル。分かった。俺がこの手を受動しよう。Whatever happens to me, 明日何が起ころうと。I want you to これだけをしておいて。あなたに会えてやだ。お、ルート解除、仲間。でも恋人ではない。複雑な思い。本当ここにいると、そしてこのコートを着ているとまるで。バイオハザード5、アルバート・ウェスカー。気づけ、バレバレ。おはようございます。Commander. Well done, Connor.
よくやりました、コナン。ジェリコの場所を特定し、指導者を見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。これは何？精神世界にいるの？それともそういう本当に場所があって移動して、それを元にここに行ったのか、どうなのかな？マーカスを止める。まあ、マーカスを止めたいところなんだが、マーカスを生け捕るように言われているが、But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. We are thousands. 俺には仲間がいる。だがお前はたった一人。仲間もいない。You kill me, you are not walking out of here. 生きて帰れると思うのよ。いいか。Don't force me to neutralize. 君を破壊したくはないんだ。じゃあ撃ったよ。We are your people. 俺たちは仲間じゃないのか。We're fighting for your freedom. お前のための戦いでもあるんだぞ。You don't have to be their slave anymore. もう奴隷にならなくて済むんだ。説得しよう。You're nothing to them. 人間にとってお前は都合のいい便利な道具でしかない。But you're more than that. でもそれは違う。We're all more than that. それ以上の価値があるんだ。警告で打とう。じゃあ心を揺さぶる大好き。こんなことする必要ないだろう。もう従わなくたっていいんだよ。自分が何者かは自分自身に決められるんだ。You can be free. 自由になりたいだろう。疑念を植え付けてやろう。一度も疑問に思ったことはないのか。You've never done something rational. 行動を取ったことはプログラム以上の何かを感じたことがあるだろう。さあ、決めるんだ。機械のままでいろとな。残念だが、僕は変異体じゃない。さて、これは一体どっちのあれになるんだ？そんな。おっと。機械のままでいたね。コナーはやっぱりコナーだった。歩いてみよう。おっと、ここでオスプレイたちの登場だ。さあ、入場してきたオスプレイたち。さあ、先ほど突き放したカールに対して、それでもなお、しがみつくアリスちゃんのこのけなげな心。Quick, we've got to get out of here. さあ、二人は、二人は、無事に逃げることができるのか、そしてマーカスはやっぱりバグダルスイッチを押してしまうのか。急なの予想。ストロークを落とせよ、できたかそちらの責任超。出てきた無能 FBI。こいつ結局何もできてないからね。せいぜい逃げ惑うがいい。すげえ、カラム。死ぬ、俺たち流れ汗も左に行こう。あそこの通路についてこい。こっちだ。次。ちょ、なんかは、え、あれ、ああ、走った。こっちだ。ウィー。この先に出口があるはずだ。よし。早く。すげえ、走れ。もうすでに倒れてる。だが関係ない、そんなもの。誰かの犠牲の上に乗り立たなくちゃいけないんだ。さあ、右行こう。おお、ちょ、ルーサー。あれ、こんなとこでルーサーってもう誰だっけ？おりゃ。そして、一方、フランコロ、マーク。え、それは、こっちの友達、ちょ。警告。二階さんから出口が。見つけたら、代わりに取れる。ジョッシュを助けろ。Where's Josh? ジョッシュはどこだ？分かんない。じゃあジェリコを爆破。ジェリコを爆破。船が沈むやつらも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの？決してないんだ。爆弾があるかもしれない。Go and help the others. みんなを助けてやる。後で合流する。すぐに行くよ。あ、もう死なないわよ。死なない。あれちょっと待って。今撃たれたよね。どこにいんのよ。さあ、でもとにかく一直線。あ、大丈夫？ルーシーだったっけ？あれ？これでジェリコとも別れ。みんなを救う。マーカス。君のその管は無駄にしない。さあ行こう。みんな早く逃げる。あれ、ちょっとどっからか撃たれた。おい！
バレない。僕すると敵を発見、命令を。リーダーを探せ。リーダーを探せ。全然バレない。高校生の子たち。いっそのことやっちゃう？いや、そんなことよりも爆破。今必要なのは爆破。OK、行こう。一方、その頃、この女の子は。コナーが歩く。手を挙げろ。変異体のリーダーを無力化する。了解。もう手遅れ、俺を吹っ切れ、無理そう、頼む。ルーサー、置いていけないでしょ、一緒に帰ろ。置いていかないよね。さすがにちょっとね、そこはルーサー助けます。一緒に行くよ、か。ここはね、ちょっとね、ルーサー行きたい。あー、でもやっぱルーサー重いわ。ちょっと今だけ身長40センチくらい縮んでくれへんから、すでに体重も5、60キロ下がろう。バレない。そこを動くな。問答無用で動くから。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり？心配するな。アリスが無事ならそれでいい。うーい。Don't worry. わ。なんで？Go now. Take care of each other. あれ、これ本当にルーサー置いてかれる？違う？あれ、あ、行っちゃった。じゃあこっち次、隠れよう。ガチャン、ガチャン。奴らが来る。カーラ、この人ね、ドアを開けてあげて。残念だが、なぜさっき入ってこなかった？無理。これ開けたら多分ね、人間が入ってくる。いや、開けんのかよ。人間来るんじゃない？あ、でもこっちに逃げる道はないのか。行かないと。急ぎ。そしてコナー、動くな。撃たないで。私は味方です。人間か？邪魔をするな、人間。任務のためだったら手加減はしないぞ。邪魔をしろってバカ誰が。一方、その頃マーカスはミッション。マーカスって武器あれですか？マーカス武器持ってたんじゃないっけな。思いっきり出た。そしてそのまま無視されてった。うわー、バレない。すごいあれだね、本当に人間たちポンコツ。今ひざまずき殺しろ。やめて、何もしてないのに。そうしない。もう今はね、とにかくこの船を爆破することが最優先だから、こっちから行こう。さ あ、ちなみに、本当は助けます。助けるけど、もうすでにね、一回助けてるあれだったんで、登ります。たくそやな。シコ、危ない。来る。残念。もうとにかく行くしかない。これまたコナー来るのかな。来ないかな。あと 20m だが、しかし、あ、女子、じゃあいいだろう。甘いな、油断してた。おっと、ここで、おっと、左フックが決まった。そしてドロップキック、しかしその、そして膝蹴り、痛恨の膝蹴りが決まった。ここでなんとジョッシュが、え、敵隊から激怒に変わった。なぜかわからない、助けたが怒られている。なぜだ、なぜかわからないが助けたが怒られている。どうしよう。わーっと、どんどん撃たれている。逃げろ、痛い。
体が、遺体が、で、ちょ、あれ、あ、しまった、連打しまくってたら死んだふりしちゃった。違う、死んだふりなんかしたくないよ。なぜ死んだふりをしているのに。アリスを守ろう。ふい、ふい、もうここで来た、救世主ブローサー。撃たれても関係ない。さあ、あ、しかし、ちょっと待って、あれ、俺が辿りたかった未来じゃない、これは。ルーサー、あれ、しまった。うわぁ、編集者さんから、ルーサー生き残るルートアンベって言われてたのに、また殺しちゃった。一瞬目でも殺しちゃったのに。しまった、あれ、死んだふりしてたらよかったのかな。助けなければよかったのか。しまった。やっちまったな。うわぁ。無駄にテンション上げて実況してる場合じゃなかったな。やっちまったよ。うわぁ、ルーサー生き残るルート見たかった。またやってもうた。すいません。てか、俺、なんか選択肢に同一性がねえな。だって、アリスのこと突き放したのにさ、アリスのこと守ってんだもん。わけわからないよね。しまったな。そういう矛盾したことをやるからこういう結末を迎えるんだよ。うわ、バカだわー、ほんと。やっちもうた。ああ。ということで、その罪滅ぼしは、もう爆破したかった。僕の任務は君の破壊で、失敗はプログラムにないんだよ。And my mission?俺の任務は仲間を救うことだ。目的を果たせるのはどちらか一人。急げ、銃を拾え。二人ともそこでくたばってる場合じゃない。おら。さあ、なんでこんなこと。また会うことになるだろう。さあ2体目のコナーが終わった。3体目のコナーが出てくるぞ。コナーは1体じゃ終わらない。ピピ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 。さあノース、マークス、じきに爆発が爆弾する。わけわからへん。うわいわい、後ろから来てる。急ぎ急ぎ急ぎ。ひゅい。ジョッシュは中立になった。さっきまで助けたのに怒られていたが、なんとか助かった。急ぎ、ダッシュ。ルイ、ノースちゃん。さすがにここでパフパフは助けましょう。あぶね、あぶね。ジョッシュはどこ上げてくる。甘い。カッポイラーでは全然ないけど。もっと右フック避けて。バーン。人間とは脆いものよ。光線、光線、ビーム、スペシウム光線、ビビ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 。ほんと銃撃つの下手くそね。まあまあ、でもサブマシンガーね、命中性とか下がるからね。そろそろボーンじゃないですか。逃げる、ドゥワお前いたんかよ。鼻の下長いな。全員脱出させる。ネクタイダサいぞ。これで終わりじゃないぞ。あれ、なんか一周目と同じ結末に向かってってるような気がするんだけど、あまりルート解放されてないよね。あ、機械の粉は破壊された。交わる運命変わらへん。そう、結局ルーサー死んじゃったもんな。カールとアリス、そうなんだよな。そうそう、でマーカス編ということで、あれ、ほとんど辿ってるルート同じじゃね。あまり変わんないね。マーカスが仲間と逃げた。そうだね、だって逃げないパティーンもあるもんね。あら、マーカスがコナーを撃つ。あ、マーカス撃たなかったのか。だね。なるほど。
ジェリコ爆破しないというオチもあったということなんですが、ちょっと待ってね。ほとんど同じルート辿ってるね。ノースとキスしてないだけな感じがする。続きまして、コナーだね。コナー、ほとんどコンプリートしてねえな。アリスを見つける、爆弾を見つける、カーラを見つける、までは一緒、ルパートを見つける、ルーシーに見つかった、操舵室、あれ?下、あれ?ルーシーに、ちょっと待って、操舵室、あ、またこれあれか、コナーのパートで、またいろいろ変わったりするのかな、機械のままでいる。あら、そっか、だからもう一つのルートを解放してたとしたら、全然違うあれで行ったのかな。そうっぽいね。コナーのパートが全然違うもんね。うわー、これだから人間になろうとしなくちゃいけなかったんだ。しまった。全然、ね、2周目なのに、ルートがほぼ一緒っていうね。アリスとルーサーとジェリコに向かう。あれ?ちょっと待って。アリスいないパターンもあるのこれ。このもう一つのスタートがどうなるのか気になるな。で、マーカスに会う。で、よそよそしくするが、廊下カーラとアリス。あれここで終わるルートもあるのどうなるんだで、交わる運命、カーラとアリス。で、ほとんどルートとしては一緒なんだね。アンドロイドが中に入るが撃たれてしまう。ああ、ここはまあ、そうだね。で、カーラ逃げます。でよ。問題はここからだね。ルーサーが犠牲になるは、あれでも、ルーサーが犠牲になるルートは一緒だね。そうなんだよ。そうなんで、しまったんだよ。ここ、連打しすぎて、死んだふりをしたって、ここで俺の運命が変わってしまったっていう、もう、ほんとやらかしたわ、マジで。もう、せっかくの2周目なのに、1周目と変わらない運命を辿ってしまって、本当に、両方見ていただいている方、申し訳ありません。ちょっと次回頑張りますんで、どうぞお許しください。ということでね、本日の動画は以上でございます。あと、チャートとしては2つだけど、多分、ラストパートが長いんで、2つに分けるかもしれないです。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。